どうも、本日はランニングでキロ5分の壁を抜けるための上半身と下半身の使い方について解説させていただきます。本日の動画を最後まで見ていただくことによって、今までなかなか1キロ5分の壁を抜けなかった方は、しっかりとその上半身と下半身の使い方をマスターしていただくことによって、1キロ5分の壁を抜けてキロ4分台で走れるようになりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。今回あなたにご紹介させていただきたいのは、あなたは走っている時に上半身の前を意識して動かして走っているか、それとも後ろ側を意識して走っているか、下半身も同じで下半身の前側を動かして意識して走っているか、後ろ側を意識して走っているか、それによってランニングの進みというのは大きく異なります。今回僕があなたにお伝えさせていただきたい走り方というのは、上半身すなわち腰から上、腰から上は後ろ側を使う意識で走る、そして腰から下、腰から下の下半身は前側を意識して走る。この上半身は後ろ、下半身は前を意識して走ることによってランニングの走り方というのは大きく異なります。ではそれぞれ簡単に解説させていただきます。例えば上半身の前側、ここを使う意識で走ってしまうと、走っている時に胸筋や腹筋などが緊張してしまって背中が丸くなるような走り方になってしまいます。さらに肩甲骨が前に出て猫背のような姿勢になってしまいます。このように背中が丸くなって猫背のような姿勢で走ってしまうと、ランニングで地面を押す時にはしっかりと広背筋や背筋など背中の筋肉が緊張することによって地面を強く押し出せるんですが、体の前側の筋肉が緊張してしまうことによって上半身の力を使って地面を強く押すことができなくなってしまいます。さらに背中が丸くなることによって肋骨の動きが制限されてしまうので呼吸もしにくくなってしまいます。そして背中が丸くなることによって骨盤が後傾しやすくなるので腰の落ちた走りになってしまいます。一方でしっかりと上半身の後ろ側、すなわち広背筋などを使って走ることによって、先ほどと反対でしっかりと背中の筋肉の緊張をお尻に伝えて地面を強く押し出せるようになります。さらに胸が開くことによって呼吸がしやすくなります。そして背中の筋肉が使えることによって骨盤が起きるので腰の落ちない重心の高い走りができるようになります。さらにしっかり背骨や肋骨が伸びて肩甲骨が動かしやすくなるので腕振りも楽に行えるようになります。ですのであなたは走っている時に上半身はしっかりとこの背中側の筋肉、後ろ側の筋肉を使っていただきたいんですが、この後ろ側を簡単に使えるコツがありまして、手首です。手首を上、背屈という動きなんですが、手首を少し上に持ち上げるだけで実は背中の筋肉が非常に使いやすくなります。その理由というのが筋膜というものなんですが、筋膜というのは筋肉を取り巻いている膜なんですが、一つの筋肉を取り巻いているわけではなくて隣接する筋肉につながっていきます。でこの手首を上に返すときに前腕の心筋群という筋肉が緊張します。でこの前腕の心筋群は上腕三頭筋など上腕の後ろ側の筋肉の膜とつながっていきます。でこの上腕三頭筋は極下筋や菱形筋など肩甲骨の後ろ側の筋肉とつながっていきます。つまり手首を上に返すことによってこの前腕上腕肩甲骨の後ろの筋肉が緊張しやすくなるので自然と上半身の後ろの筋肉を使いやすい走りとなります。次に下半身、下半身では地面を押し出すときはお尻やももの後ろの筋肉など後ろ側の筋肉を使うんですが、走っているときに意識していただきたいのは実は前側の筋肉です。地面を押し出したときに足の後ろ側の筋肉を意識してしまうと地面を押し出した後足の前への引き付けが遅くなってしまって足が後ろに流れやすくなってしまいます。このように足が後ろに流されてしまうことによって足の回転数が落ちてしまうので地面を強く押し出せても足の回転数が上がらないので結果的にランニングのスピードが上がりにくくなってしまいます。ランニングにおいて下半身で重要な筋肉というのはお尻やももの後ろの筋肉など下半身の後ろの筋肉もあるんですが、実は腸腰筋と言われる腰や骨盤の内側から股関節の付け根についている筋肉、そこも非常に重要になります。ただ普通に走っている時にお尻やももの後ろの筋肉は使いやすいんですが、実はこの腸腰筋という筋肉はしっかり意識しないとなかなかうまく使いこなせない筋肉になります。でこの腸腰筋という筋肉はまさに下半身の前側を意識することによって使える筋肉です。地面を押し出した後に素早く足を前に引きつける、これを意識することによってしっかりと腸腰筋が働きやすくなって足が後ろに残らずに足の回転がしっかり速くなってピッチの上がった走りができるようになります。さらに足が素早く前に引きつけられることによって次に足が着地するときに振り戻し着地といってブレーキのかかりにくい着地となります。足が後ろに残ってしまうと足が前に振り出されたときに着地するタイミングがどうしても速くなってしまうのでブレーキがかかるような着地になりやすくなってしまいます。一方でしっかりと足の前の引き付けが速いことによって足が前に引き付けられてから足が振り戻されるタイミング、そのタイミングで着地がしやすくなります。さらに地面を押し出した後に素早く足を前に引き付けることによって地面の反発をもらいやすい走りになるのでストライドも伸びやすくなります。ですので走っている時は足の後ろ側の筋肉も使うんですが、意識としては足の前側の筋肉、その前側の筋肉の中でも腸腰筋という筋肉、この筋肉は地面を押し出してから素早く足を前に引きつける、その意識を持つことによってしっかり使える筋肉になるので、ぜひ走っている時下半身は前側を使うような意識で走っていただきたいと思います。
で、これが地面を押し出した時の足の動きとしては、足の後ろ側の筋肉を使っている場合は、地面を押し出した直後、足は上の方に持ち上がってから前に振り出されます。一方で下半身の前を意識した足の引き付けが速い走りは、地面を押し出した直後、素早くかかとはお尻の下の座骨の方に動いてきます。足の軌跡としてはそのような違いになります。で、本日は実際に上半身の前側、下半身の前側を意識した走り、上半身の前側、下半身の後ろ側を意識した走り、上半身の後ろ側、下半身の後ろ側を意識した走り、そして僕がぜひ行っていただきたい上半身の後ろ側、下半身の前側を意識した走り、それぞれ動画撮っていますので、ぜひ見比べていただければと思います。それではどうぞ。背中が丸くなり骨盤が後傾しやすくなるため、体の後ろの筋肉を使って走りにくくなってしまいます。腕が後ろに触れておらず、足は後ろに流れやすくなります。足が後ろに流れやすく、着地するタイミングが速くなるため、ブレーキのかかりやすい着地となります。体の後ろの筋肉を使って走れており、かつ素早く足が前に振り出されています。左から上半身の前、下半身の前を使った走り、上半身の前、下半身の後ろを使った走り、上半身の後ろ、下半身の後ろを使った走り、上半身の後ろ、下半身の前を使った走りになります。上半身の前を使った走りは、上半身の後ろを使った走りと比べると背中が丸くなり胸が張れていません。下半身の後ろを意識した走りは、下半身の前を意識した走りと比べると、足が後ろに残っている時に骨盤が前傾し、足が後ろに流されやすくなります。最も右の上半身の後ろ、下半身の前を使った走りは、胸郭からしっかり腕が後ろに引けており、足が後ろに残っている時も骨盤は前傾しすぎず、素早く足が前に振り出されようとしています。はい、ということで本日はキロ5分の壁を抜けるための走る時の上半身と下半身の使い方について解説させていただきました。しっかりと走る時に上半身と下半身の意識を持って、上半身の後ろ側、下半身の前側を意識した走りをすることによって、地面を強く押し出しつつ足の回転数も速い、かつ上半身の後ろ側の筋肉も地面を押し出す時に使えて、腕振りや呼吸がしやすい走りに変わるので、その走りに変わることによってキロ4分台で走れるようになりますので、ぜひ試していただければと思います。ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。